福袋買ったので紹介していきます。すごいよ、地球グミの福袋。これは届くのをとても楽しみにしてました。ランダムで入ってて何が入ってるかわからないっていう感じで、やばいかも。これ直接入ってる系。開けた瞬間地球グミが見えました。せーの、うおー、もう全部丸見えだ。結果が YouTube で話題沸騰、韓国グミ、地球グミ、目玉グミ、福袋、丸々個入りって感じで選べるんですよね。で、僕の買った金額は20個入りで1628円、1個80円。今地球グミは高騰化してて1個300円ぐらい。なぜそんな安いかというと、はい、わかるかなみんな、こちらなんと偽物でーす。ちょっと本物持ってこよう。こちらが本物、こちらが偽物。本物はこれトローリって書いてあります。こっちは偽物で書いてない。裏はこんな感じ。確かに地球グミだから間違ってはないよね。確かに地球のグミだもん。じゃあちょっとね、気になるから食べてみたい。あとね、他にも面白いグミがたくさんありますね。ちょっと僕が気になってたのこれだな。うわー、毛がついてる、やば。ここまつげみたいなのくっついてる。誰の気持ち悪い普通地球グミくぶって噛んでパカって開けるけど、これはやめようね。だってさ、ランダムに入ってるってことは誰かの手作業でこれを入れたわけでしょ。だから誰かが手で触れてるわけですよ。ただ地球グミはちゃんとね、袋に入ってるからこうやって噛んでもいいとは思うけど、まつげついてんのはちょっとやばいから歯に見立てていきます。やだ、どうやって開けようか。ペンチ。じゃあまずは偽地球グミをペンチでこれを歯に見立てていきます。せーの、あ、やばいとこ穴開いた。ああ、ここが穴開いた。口で行くしかないのこれ、やだな。ダブルペンチ作戦でいきます。やっぱ口で行かないと開けられないね。うわー、はい。お、見た目どう？こっちが偽物ですね。じゃあ本物も開けるか。やっぱ口ですね。わあ、かなり近い色してる。ね、肉眼で見るとね、偽物の方が濃い色してます。みんなにはわかるかな。中身もね、気になるよね。あとさ、謎のなんか四角い跡ついてる網目みたいなのついてる。何これ、面白いね。じゃちょっとかじって中にどんな感じか。ソースは入ってる。うん、うん、おいしい。なんかベリーのソース、おいしい。フレッシュなベリーって感じで美味しいかも。食感もすごく似てる。じゃ本物いくよ。ん、本物がもちっとしてる。こんな感じ。かなりでも偽物も似てますね。こっちの方が中のこのソースが甘い。偽物の方が好みかもしれない、僕は。じゃちょっとこのまつげ付きのこれいってみます。なんかね、これ透明なケースに入ってるわけじゃなくてプリントなんだよね。なんか中がどんな感じなのか気になる。あ、これ手でいける。お、真っ白だ。ん？めっちゃ硬い。中にこんなの入ってる。これは、もちもちしないお餅の硬さ。難しいから私わかんないよ。こういう食感のやつないな。硬い。硬くなった冷めたお餅。味はそんな美味しくない。やばいな、もうすでに3つ食べてる。結構糖分あるからね。じゃあ、何食べよう。いちごもね、本家があるから、トローリの。この偽いちごもいってみるか。お、開いた。うん、おやつのいちごの、お菓子のね、いちごの匂いする。甘い匂い。硬い、これも。さっきのより全然硬い。うわ、何これ。甘くなってきた。もう、とにかく硬い、これ。こんな硬い弾力のある食べ物って、あるかな？例えられない。乾燥した紙粘土食べてるみたいな感じ。乾燥した紙粘土食べたことある？いや、だってないんだよな。まあ、そんな感じの硬さです。そろそろ口の中甘くなってきたなって思うと、地球グミのクオリティやばいわこれ。改めまして、これにもなんかね、網目ついてるんだけど、ほら十字の跡ついてるよね。なんか地球グミには変な網目がついてるんだけど、食感はかなり近かったし、味も美味しかったし、よかった。でも他はね、甘くて、甘いですね。じゃあラスト1個いくか。全種類食べたいとこではあるけど、残りは公式 LINE でね、紹介しよう。じゃあみんな何食べてほしい？じゃあ、まあ、タイプ的に近そうな、このスイカいく？
トローリーにね、スイカってある？ちょっとみんな知ってたらコメント教えてください。コメントでピーチはなんか見たことあるような、ないような。あ、ちぎれた、取っ手がちぎれた。これもう噛むしかないやつ、やだ。手で頑張る。お、できた。よし、ではこちらスイカいただきます。うんうんうん、すごい、スイカの香りがすごい。うん、スイカバーみたいな香りするよ。食感ももちもち、地球グミに近い。おいしいわ、メロン。スイカスイカおいしい。甘いからさ、まだ食べれてない。このひよこみたいなのとピーチとスパイダーマンは、あとウルトラマンもいる。ウルトラマンみたいなやつ、後ろこんなのは公式 LINE で紹介するので見てください。1個80円って考えるとすごくお得だと思うので。あー、でもね、スイカ、地球グミとかは食感いいけど、他はねちょっと硬いからあんま美味しくないかもしんないけど、今回の動画食べた地球とスイカはすごく美味しいので、まあお得に食べたいなって方はぜひ挑戦してみるのもいいかと思います。あ、地球グミ何個入ってた？1個でしょ？2個、3、4、5、6個、6個。当たりか外れか分かんないけど、買ったことある人は何個入ってたかもね、ぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。